今日はですねジェスターが登場する3つのシーンをご用意いたしましたそのシーンのアフレコを行っていただきますがどうですか今度、公開アフレコとなるとまた <laughs> 違った緊張があるかと思いますがいやもうですねその公開アフレコというワードを聞いた瞬間に右手が震え始めるぐらい今、とても緊張してるんですけどさっきリハーサルをちょっとやらせていただいただけでもこう久々にこうまたマイクとモニターと向き合う瞬間で。 すごいドキドキはしてるんですけど、普段のお芝居でもこうこれだけのあのスタッフ関係者の皆さんの前でやることないので、ちょっとあの全力は尽くすんですけど、お手柔らかにという感じで。はい、はい、なんか貴重なものを見る気持ちで見ていただけたら、はい、<laughs> ありがたいですね。初のアフレコですから。当然公開アフレコも初めてですよね。もちろん初めてですね。だからもうバックバックしてきてます。今もうそこまで行っちゃったんだなって。 <laughs> 思ってます。まあ声優として体験できるものをね、もう片っ端からやってる感じですね。はい。はい、<laughs> さあそれでは、えー、この後その公開アフレコに移ってまいります。えー、スタッフが準備をいたしますので皆様少々その場でお待ちください。はい。どうこ狙ってんの？誘導成功とか思っちゃってた？ 逆だよバカチン俺がお前をここに誘い込んだんだ俺たちはなこの空中要塞の動力になってる魔力も自分のものにできちゃうのでしたつまりここにいる限り俺は無尽蔵に魔力を回復できるんだよどこ狙ってんの 誘導成功とか思っちゃってた逆だよ、バカチン。俺がお前をここに誘い込んだんだ俺たちはな、この空中要塞の動力になってる魔力も自分のものにできちゃうのでしたつまりここにいる限り、俺は無尽蔵に魔力を回復できるんだよあーはん この特性結界は定見でさらに強化してあるから毎日壊れてもすぐ再生するし余裕なんだが完璧な世界を作るためにも邪魔者は駆逐しとかなきゃな <music> あーんこの特性結界は定見でさらに強化してあるから毎日壊れてもすぐ再生するし余裕なんだが完璧な世界を作るためにも邪魔者は駆逐しとかなきゃな これで終わりだ <laughs> いいね、いいねあがいてみせろそれがどうした いかかがですかまずはアフレコを終えての率直な感想を聞かせてくださいいやもうこうなるんですよ声が今この3シーン撮っただけでもジェスターってこうなるんですよだからすごい久々にやってなんか気持ちいいです気持ちいいですかはいワクワクしてます今そうですねいや本当にこの今の3シーン見ただけでもバトルの緊迫感と言いますか、はいまあ、おそらく今もうお父さんお母さん世代も私たちなんかの世代も いわゆる少,少年ジャンプの王道漫画に親しんできた世代、はい、これ親子で見に行くのも良さそうですねいやいいと思いますすごくなんかこうお子さんの背中を押せる映画になっていると思うので男女問わずすごく頑張りたいって思ってもらえたら嬉しいですね,ね今社会で頑張ってるサラリーマンもこれ勇気もらえそうですね、はい、勇気もらえると思います本当に、えー、背中を押されると思いますねいやしかしですね今演じられててあの実際にちょっとこう表情も もうセリフに応じてて変わってたりとか、はい、例えばそのちょっといわゆるジェスパーのちょっとくせ者感がある時ちょっとポケットを手入れたりとか<ー>なんかもう全身で演じられてるように見えたんですけどその辺りはこだわっててやられてるんでしょうかなんかその,あの本当にアフレコ本編収録してる時は本当に意識してなくてこう見てなんかこうこういう形が言いやすいな,なんかだらっとしちゃうがやりやすいなとかを考えてたんですけど今日はなんかこう一つ。 あのまあ、アフレコ公開アフレコというのとともになんか役者だから出せるこの振る舞いというかここにジェスチャーが本当に存在しているかのような錯覚に陥ってもらえるようになんかこうポッケに手を入れたりとか表情作りだったりとかなんかそういう余裕感みたいのをこう体現できたらいいなっていう思いでやったんでなんか少しでも伝わってたら嬉しいなって感じです。 あのもう短いシーンでしたけれども随所にそのジェスターのくせ者感ですとか同時に先ほどおっしゃったそのかっこよさ敵ながらのかっこよさがもうどんどん出てて今のシーン見ただけでも本当に映画の公開楽しみになってきまいやぜひ楽しみにしていただけたら本当に嬉しいですねちなみに今の3つのシーンの中で高橋さんが特にこう記憶に残ってる印象に残ってるシーンって今の3つで挙げるとしたらどれでしょう番目にやったか どこ狙ってんののやつからあのシーンいっぱいはすごくなんかこうまあユノとジェスターがこう戦っているんですけれどもなんかジェスターの圧倒的強者感と余裕となんか「逆だよバカチン!」とかいうのがすごいキャラクター性が前面に出ててなんかこうユノのちょっとクールなかっこいいめのキャラとは本当に正反対にいるちょっといじくそ悪そうな。 役柄の魅力が前面に出てるなと思ったのですごく当時アフレコした時も覚えてますし今も本当にやっててすごくナチュラルに感情も入りますしすごく楽しい好きなシーンの一つですね、はい、その他にも、まあ、今、アフレコしたシーン以外でもいいんですけれども高橋さん的にぜひこの映画の中で注目してほしいおすすめのシーンがあれば教えてくださいうわそれはもう僕を抜きにしたらの話なんですけど僕、シャーロットが大好きなんですね。 この元々作品の中でシロットが大好きなんですけどこの劇場版でしか見れないそのシャーロットのモノローグの描き方そのシャーロットって結構表面はキリッとしてるこう美しき団長って感じだと思うんですけどまあ自分の中ではこう闇のことが好きでなんかこう顔を背けて原作ではなんか闇のかっこよさをこうバーッて早口で言ったりとかしてたと思うんですけどそれがこう劇場版ならではのなんていうんですかね表現の仕方といいますか。 うわこんなパターンもシャーロット持ってるのかっていうのを僕は劇場で自分のシーンを抜きにしたら一番グッと掴まれたのでぜひ楽しみにしていただけたら嬉しいですねこれはシャーロットファンはもうここか高橋が言ってたのはここかってなると思うんでぜひ待ちわびていただけたらと思いますし、まあ、あとはやっぱりこうアスターがあの 自分がこう目標としてきた魔法堤と戦っていく中でなんか正義って何なんだろうとかすごく難しいことを考えたりするんですけどまあそんな中でこうアスタが「俺が行く!」って言った時になんか周りのユナだったりバーミリオンさんだったりがこう言葉で「お前はここにここはお前の出る幕じゃない」のようななんか制御して「お前はまだこの先にお前の仕事があるぞ」っていうその。 なんだろうな今まで頼ってきた人にアスタが頼られる瞬間っていうのがこの劇場の中ではすごく僕は魅力的だなと思って「まあ、ザ少年ジャンプ」その魅力がすごく詰まっているシーンもあったりするので見て素直に受け取ってもらえたら本当にそのまま気持ちよくお帰りいただけると思うのでぜひまっすぐな眼差しで見ていただけたら嬉しいですね。